全日本プロレスゲーム中継、今日のメインイベント、三沢登場、ジャイアントキマラとの一戦です。さあ、民族的なイントロがかかってまいりました。ジャイアントキマラです。初戦は浅子悟との対戦でありましたが、かなり押してる試合展開でありましたが、黒星のスタート、勝ち点はまだありません。今日は三沢を倒して一気に波に乗る、そういう展開に持っていけるかどうか、ジャイアントキマラであります。もちろん優勝候補の筆頭、三沢光晴、ジョニー・スミスを相手に全く危なげない試合展開、タイガースープレックスを見せました。さあ、今日はどんな技でジャイアントキマラを葬るのでしょうか。大きな大きな三沢コールに乗って、今感触を確かめながらの人間です、三沢光晴。全然ファイナルクラッシュ戦です。今日のメニューメント、ジャイアントキマラの試合をお送りしてまいります。実況は私、山田大輔でお送りしてまいります。本日のメインイベント、チャンピオンカーニバルリーグ戦30分一本勝負を行います。ラオコーナー400ポンドジャイアントキマラ、さらに見せるか、空中殺法、ジャイアントキマラです。赤コーナー255ポンド三沢光晴、落ち着いています、三沢光晴。レフリー和田恭平、今日のメインイベントです。チャンピオンカーニバル公式戦、三沢がいきなりタイガースドライバーの構えを見せました。エルボーです。非常に三沢の動きの良さというのが際立ちました。この開幕戦でありましたジョニー・スミス戦、全く危なげないところを見せたわけであります。さあ、序盤から三沢が攻める体勢になっていって、タイガースープレックスいきなり打っていきました。序盤から大技返しました、カウンター2。さあ、早めに勝負を決めようか、そういう体勢でしょうか。タイガードライバー、いきなりの必殺フルコース、三沢光晴であります。さあ、面食らった感じでしょうか、ジャイアントキマラです。今度は後ろを取って、何を持っていく、エルボーです。そしてバックを取ります、またエルボー、後頭部的確に打っていきます。ドラゴンスープレックスホールド、珍しい、返しました。いやー、珍しいドラゴンを見せました、ミサは。さあ、ジャイアントキマラ反撃に出たいところです。赤コーナー、トップロープだ、何を持っていくか、スレちゃんまはかわした、三沢エルボー、エルボー、上から下から上から下から打っていく、そしてボディスラム。さあ、三沢が早くも勝負に出ています。やはり連戦が続くチャンピオンカーニバル、こういったところでのスタミナのロスを防ごうという構えでしょうか。タイガードライバー、返しました。なんとか返すジャイアントキマラですが、さらに攻撃の手を緩めない三沢です。ロープに振る、ロープを振っていって、さあどうする、スリッパー、三沢のスリッパー、キマラの体が落ちていく、そしてフェイスロック、しっかり入った、三沢のフェイスロック。
エルボー、一つ返した、チョップを返していくジャイアントキマラです。バコトテ、これを返していった、逆に返していってこらえます。さあ今度はキマラ、ブレーンバスター前から落としていく。今日のメインイベントです。ポイントが入ります。返しました。さあ三沢が早くも序盤から勝負にいっています。ここでですがジャイアントキマラが一つ二つと技を返していく、そういう展開です。一つ縄ではいかないか、パンチを振ってきます、持ってきます。画面をかきむしる、エルボー、ランニングエルボー、この一発で流れを変えます。三沢光晴、さあ何を持っていくか、ボディスラム、さあ一気に勝負に出る。三沢トップロープ、また降りました、ここ降りました、もう一回行く、今度は何を持っていく、これもいかない、タイミングが合いませんでした。かかとを落としました。キマラがなかなか立ち上がりません。バコドタージャーマンスープレックスホールド、返しました、カウント 2.9、 キマラ返した、これでは決まりませんでした。さあ三沢2戦目もさまざまな技を繰り出して、エルボー、フルネルソンから、いや、タイガースープレックスホールド、カウント3、三沢連勝、三沢連勝スタートです。8分36秒、最後は猛虎原爆固め、三沢が勝利を収めています。最後の場面ご覧いただきましょう。今日も危なげない試合運びでありました。三沢光晴、勝ち点4としています。次回もどうぞお楽しみに。文庫プロレスゲーム中継、実況山田大輔でお送りしてまいりました。次回は世界タッグ選手権をお送りしてまいります。